です。あ、5月と6月間違えたんだ。あ、めっちゃ間違えるやん めっちゃ間違えるやん。え、今回はちゃんと SK48 のオッチラジオって言った気がするんですけど、前ね48が抜けてるよって言われたんで。え、めっちゃさ、日付1ヶ月間違えるのはでかいですね、結構 あ、シンプルに間違えてますね、普通に。あら、まあ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 、そういう時もあるか。やば、時を1ヶ月間違えましたね。惜しい。今日むっちゃパジャマってやる、めっちゃってか2回目なんですけど パジャマじゃないですね、パジャマではないです。そう、間違えました、日付 日付間違えました。まあ気が向いたらおうちラジオ聞いててください。クラゲありがとうございます。クラゲだよねこれ、何やろね、イカルドみたいな。パジャマじゃないです、パジャマではございませんけども。あ、宇宙人かな、エイリアン、ありがとうございます。何なのでしょうか、宇宙人っぽい。ミオクラゲって言ったやんな、全然違うやん。宇宙人ありがとうございます。なんで宇宙人なんやろ なんで宇宙人なんやろ、いて、パジャマじゃないわ、寝巻きでもないわ、違うわ。もうさ、名古屋の家に本当に服がなくて、もう服が一周しちゃったんですね、ショールームで着た服、ピエンなことに。で、ちょっと焦っております、今。どうしようって。めっちゃね、服買えってママにめっちゃ言われるんですけど、めんどくさいんだよ。だからね、服がちょっと、服難民です、今。今、とても服難民。てか、名古屋に来てからずっと服難民ですね。しかもね、入んないじゃん、やっぱ。一人で、タンスなんですけど。全身メールでお願いします。いや、ズボンパジャマです。いつものズボンパジャマ。そうなんよね。だからね、困った。ユニクロセール中なの？行かなきゃ。行かなきゃ。いや、GU が好きです、結構。なんか、普通でからいい。ちゃうねん。ミオは何でもいいねんけど、配信一応してるやん。だから気になっちゃうねん、あの服が一緒だと。でももう多分明日から同じ服ばっかりになるけど、許してねーって感じで。毎日制服でいいよ、制服ないんですよね。そうなんです、ミオ GU 好きです。 CM 案件の、すぐ CM にしたがる。 GU はとっても安い、みんな来やすい、楽しいお店だよみたいな感じだよ。GU はいいよね。ほんと安いの、安いからね。あと大体流行りのものが売ってるから。パジャマ配信ね。でもパジャマはね、T シャツみたいなんで着てるからさ、黒の。可愛くないんだよ。よく着てるけどね、配信で。ガトーショコラ作った時のやつ、あれで寝てます。パジャマ2つあって、2個着回してって。CM 決まってもうたー。ありがとうございます。ついに CM 決まってもうたな。いや、誰が西松屋やねん。GU 好きなんです、安いから。今日ね、早めに終わろうかなと思って思います。だから9時にしたんだ。XS の短パンはダンス配信の時に前履きましたね、2個前のダンス配信の時。ベビー服が似合いそう。ですね、それは悪口というかね、ディスというか、そうですね、そういう感じになっちゃうんですけど、大丈夫ですかね、解釈合ってますか。あ、わかる、伸びてる T シャツが寝やすいよね。てか、大きめの T シャツが寝やすいよね。
CM めっちゃ持ってるな、もう超売れっ子やん、やば。実質はもう実際は全部あの妄想なんですけども、そうやねん。ベビー服ちゃうからな、ちゃうからな。ちょっと試しにバブーって言ってもらって、絶対に嫌です。19歳なので絶対に嫌ですね。ミキハウスで服買ったけど、サイズがないよ、そんなちっちゃいサイズないよね。やめてください。ミはちゃんとね、大人の服のお店で買うので、大人なんで、すいません、大人なんで、もう大人なんですよ。ハートありがとうございます。申し訳ないですが大人なんで。19やわ、嘘じゃないわ。ブカブカ T シャツいいよね。ブカブカ T シャツのさ、1枚で着るの好き。なんていうの、ズボン履いてへんやろみたいな感じのやつ好きですね。ハートありがとうございます。履いてるんですけどね。赤ちゃんキャラで行くね。いや、全然全然、もう赤ちゃんキャラなんて1回も考えたことはございません。19歳なの？いや、19歳よ。高校卒業しとるわ。19年生きとるわ。JC 配信かと思った。いやいやいや、それはもうロリコンやん。それはもう、大人は自分を大人とは主張しない。なるほど、なるほどね。ちょっと調子乗って大人ですっていっぱい言っちゃったんですけど、大丈夫ですか？ちょ、今から取り戻すわ。三輪車乗れる、賞味乗れる賞味乗れますね。今日はおしゃぶりしないの？いや、いつもしてません、一回もしてません。なんかいつもしてるよみたいな感じになってるけど、いつもしてません、ほんまに。19と14とかはもう全然違うからね、ほんま。もう気づいたら20歳ですよ、私。やばちやばち。若く見られたいでしょ。最近は若く見られたいけど、前は本当に何も思わんかったけど、だって最近年寄りになってきてるから。ニコプチ4ドルや、いや懐かしいねん、ニコプチ懐かしいって。ニコラとか買っとったって、バリ懐かしいから、やめてください。懐かしい。 JC は8時までだよって言われたんですけど、私ね、知らなかったと思うんですけど、24時まで配信できるんですよね。はい、334日の紙飛行機を歌うんやけ。いや違うやろ、阪神関係ないやろみたいな感じで、ね、365日ですね。うるう年だと366日になっちゃうんです。どそれで、ミは24時まで配信できるんやで、知らんかったと思うけど。前見てたやん、24時までやった時見てたでしょ。怖かったんですけど、誰もいないんですけど、家なんかパキパキみたいな音が鳴って、今めっちゃ怖かったんですけど、こうやってなったけど何もいないよね。怖いどこの国の24時？いや日本基準にして、それややこしいから、そう、日本基準にしてください。冷蔵庫の音っぽかったです。ベッドの下って、ベッドの下は人入るスペースないですね。あのこたつとか毛布とかをね、収納しておるので安心してください。俺たちがついてるねって。あ、どうもありがとうございます。怖いのは無理なのでね。虫ちゃうやって、虫がそんな音する？なんか冷蔵庫の音がした気がした。まあでも今までで聞いたことない感じの音でしたね。バキーみたいな感じの何なのでしょうか。冷蔵庫の裏で立ってるかも。一人暮らしの冷蔵庫なのでね、ちょっとちっちゃめの冷蔵庫なんで大丈夫です。人は入れない。バキ屋敷は行けるんです。だって
行けないですね。お化け屋敷は見よう怖いので入れません。あ、ユニバー別ユニバーだけ別です。そう、リカフェが位置情報確認した音やって、もう毎日見られとる。それはそれはもう毎日見られとる。もう20時間ぐらいミオのこと監視してるから、リカピは。そうなんだよね。冷蔵庫全然詰めてないですよ。なんもないもん。食べ物がなんもないの。ハートありがとうございます。お化け屋敷ピエンだよね。わかる、怖いんだよね。で、リカピ今どこだって。教えません、教えません。まあまあ自粛中なので家にいると見た。知らんけど、わかんないけど。今も家の前にリカピがおるやって。もう入れてあげたいわ、そんな家の前にずっとおったらかわいそうや。確認したいから見せて。いや、家見ようとすな。ハートありがとうございます。知らんけどね。みおちゃんは今どこだって。それはね、ゼンリー限定、ゼンリー持ってる方限定でお教えすることができますね。そうですね、だから頑張ってゼンリーを取ってみてください。スキップの音が聞こえるリカピじゃん、リカピじゃん、来ちゃってるじゃん。リカピこっち来ちゃってるじゃん、スキップの音で。そうやで、今日のメインはね、あの365日の紙飛行機なんよね。ゼンリーっていうアプリで、あの位置情報がね交換できるんですよ。カラオケで「タンタタンタンタタン」。ミレちゃんに「タンタタンじゃスキップできひん」って言われてたからな。ミレちゃんってかな、カノンちゃんとかな。そういう時待ってね、テロップ打つ。テロップって何文字までいけるのかな。あ、いけたいけたんだが、あ、そうだ、リカピはスキップできないから、タンタタンって今聞こえてるのはリカピじゃないな。誰かがスキップしてる音。テロップ打つと見せかけての通報やって、レベル高すぎやろ。ちゃんとテロップ打ってましたね。そんなもうポチ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 通報はしてないですけども。テロップバリ長い。何文字までいけんのやろな、これ。70点以下なら罰ゲームあるんですけど、でもね、わかんないじゃん、やっぱ点数機能ないからさ。じゃあ安心して、通報誰もしてないから大丈夫です。誰もしてないですね。え、そう、コメントで卒業発表したんですけど、びっくりしちゃって、あの反応できなかったよね。みんなが採点するから厳しい厳しい。50点は逆にむずいだって。それはそうだよね。みお、今まででも70点か68までしか出したことがなかったんですけど、下ね、初めて50点取った。だいたい68点はくれるんですよ、カラオケって。マジでマジで卒業なんだって、びっくりしちゃった。ちゃ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 、みお卒業じゃないから、ちゃ安心してください。そんなさ、卒業のさ発表する配信でな、こんな感じにはしやんやろ。結構明るすぎやろ。違うんですけど、いや、友達にキー変えられたとかいうわけではないですね、普通にね。あ、やめてください、ここで、あの卒業おめでとうとか、そのやめないでとかね、私じゃないので、あのそれはご本人の方に言ってあげてください。はい、やめないでパオンってもう絶対思ってないよね。もうそこでパオンつけちゃうの絶対思ってないんですよね。はい、笑顔で見送るよじゃないね。もう今は逆に笑顔ですよね。もうね、何もしてないからね。じゃあいつ卒業するの。知らんわ、誰が知ってんねん、誰も知らんわ。いつですかね、わかんないです。大阪に帰っておいでって。ユニバは行きたいわ。
ちゃちゃちゃ、ミオじゃないからな。 CM もいっぱい出たな。うん、出てないのよね。その架空の CM はいっぱい作った。賞味15個くらい作ったけど出てないんだよね。し始めようと思っていました。違う、間に合います。今からでも卒業しないので間に合います。安心してください。15分が経過しました。本当心配になるわ。コメント欄がなんか泣けてきて、いやどこがや、どこが泣けてきて。いや安心してください、あの大丈夫なので。本当に押すときは何だっけ、押せるときに押せ、これだ、押せるときに押せ。やっぱいつ卒業するか分かんないのでね。ミヤやったら匂わせといて卒業したい。匂わせまくって卒業したいですね。押せるときに押せ。ちょ、なんでみんな泣いてるん。ミヤ卒業しないです。熱湯風呂で押す、違うよね。そっちの押せるときに押せじゃないですね。押せるときに押せ。海を似合わせたいですね。似合わせたいですね。ちょっと卒業するとき、まあその時はもう似合わせる流行りが終わってるかもしれないけど、いつまでもいると思うな親と推し。いいね、いいね。そうですよ、本当に押せるときに押せって感じですね。まあ押すって言ってもまあ今はねショールームしかないんだけど。あ、匂わせる女の人はダメらしいです。あら、匂わせたいんですけどね。あら、100日前からカウントダウンでもするだって。いや、それはダメだ。卒業発表まで何日みたいな。それやったらもう卒業まで何日やんな。発表するのにこのカウントダウンをするっていう地雷系ではないんですけど、私は違うんですけど、匂わせる、匂わせ配信みたいな。地雷系メイクお願いします。やったことないんですけど、地雷メイク。今日はピンクにしました。見えないと思うけど服がピンクだからピンクにしました。見えないよね。ショールームの画面ってなんで全部一緒に見えるんですかね。なんか臭くない？違うよね。そっちの匂わせるじゃないんですよ。やめてください。違うよ。そう、服もピンクだからさ。白だけど。白だけど、お花がピンクだからさ。白だけど。本当は白なんだ。なんでだろうね。ショールームだと色味があんまわかんない。ごめん、今日餃子食べた。いや、その似合わせじゃないからな。いいんだよ、その似合わせじゃないから。本当に白です、安心してください。これピンクじゃない、白だけど、このね、このここがピンクじゃん、赤だけどがピンクだからこれもピンクにしたので、ピンクにしてここもピンクにしたんだよ、したんだよ、わざと合わせたんだよ。でもこの茶色が邪魔してるんだよ。でも可愛いからいいんだよ。なんで嘘つくんやって。違うね、ピンクかと思ったら赤やみたいな。でも赤ピンクです、赤ピンク。まだ当たってないです。違うね、白シャツにね、白シャツむっちゃ噛むね、みよ。白シャツ、白シャツにはやんないんですけど。髪の毛茶色に見えるよっていうすごくショックなコメントが。黒にしたんだが、もっと黒にしなきゃね、なんかすぐ抜けやすいから、ブルーブラックみたいな色にしようかな。次は白シャチュバリカマ。ミオめっちゃ噛んでない？大丈夫？前もめっちゃ噛んだよね。白シャチュやば、不意打ちで幼児化するだってやば。ピエンやばいですね。すぐ噛むね、本当に。
すごい噛む。あ、そうなの、白髪染めじゃないと抜けるような、え、本当抜けやすいんですよ。だからね、もっと濃い黒にします。おうちラジオも噛んでましたね噛んだけど一発撮りの方がいいなと思って一発撮りにしたんですけど、最初らへん噛みまくってます。普通に、いや、ほんまに噛みやすいんですよね。握手会で腕噛まれるんですから。そっちの噛むじゃないですね。みんなすぐかけたがるんだけど、そっちの噛む方じゃないんですけど、犬でもないんですけど、よく噛みますね。すぐ噛むんですよ、本当に。幼児化キャラじゃないんですけども、本当やばいですね。1回目は何回撮りしたんですか。ですね、30回ほど撮り直しました。本当やばいんですよ、ミワの。真面目だから、本当に真面目だから、ブログも何回も読み直して何回も書き直すし、あの携帯の自撮りも100枚撮って5枚ぐらい残すぐらいですね。本当にそんな感じなんですよね。そう、なんかね、気に食わないんですよ。そう、本当に、ま、毎回そんな感じです、いつも。あのあれとかもそう、すっごい時間がね、あれなんだよ、かかるんだ。あの握手会の動画は、あれは割とすぐ20回ぐらいだったけど、あの医療従事者さんのやつはもう30回ぐらいだった。あれでピエーンって感じですけど、歌う準備しようと、多分もう一生話してる、やばいから。やばいんですよ、ミオ、ほんまに。あれってめっちゃ言ってた、ミオ。なんかあれとか、なんかとかむっちゃ多い、なんかむっちゃ多いんですよね。なんかおうちラジオ撮ってる時にもうなんか言いすぎて気持ち悪くなって、それで撮り直しをいっぱいしました。ほんとやばいんですよ、なんかがやばいんです。医療従事者、あれで30回目ぐらいです。噛みまくって、そう、あれで30回だから、ちょっと文章覚えてたもん。なんかあのあと1週間ぐらいは覚えてた。なんかむっちゃ言うやんな、やばいです、ほんまに。なんかって言っちゃうんですよね、なんかマジで。なんかは多分口癖です。なんか歌う時の出だしとか、なんかって言っちゃうんですけど、友達となんかかぶりします。だから喋り出す時になんかって言って、あ、かぶっちゃったって、やばいでしょ。なんかちょっと準備しますね。また歌いたくならなくなるんですよ、本当に。開いた瞬間に、マジでアプリ開いた瞬間に歌いたくなくなるみたいな現象が起きるんですね、みよ。え、何これ、あ、2個あると。ほんま歌いたくなくなる。だから事前に言うんですよ。事前に言っといたら、こう 歌わないのって言われるじゃん。あ、じゃあ歌おうってなるんですけど、本当にみよ口癖すぐ変わる。ほんま知らんけどの時はやばかった。すぐ変わるんですよ、口癖。なんか踊んないわ、歌うんや。追い込まれてからやるタイプ。そう、ほんまにあのやばいんで言わなきゃ。だってさ、これ本当は違う日にやるつもりだったのに、どんどん引き伸ばして引き伸ばして、毎日毎日そんな感じです。本当に歌いたくなくなるんですよ、なんか知らんけど。ちょっとなんか飲み物飲みます喉が乾くの。あ、そう、口癖すぐ変わる。あ、聞こえないかな。聞こえないのか。そう、本当嫌になってきてる、おもろ。いつもだからいいんだけど目指せ70点です。70点。気づけなくてごめんね。気づかなくていいですよ。そう、歌いたくなくなってるのはミオなので。トロサーモンが口癖だった時もないね。それ結構やばいね、それは。そう、なかなかやばいですね。一曲だけです、この歌だけ歌います。やだー、ほんとやだ。なんかっていうのは本当にね、勝手に言っちゃってるんですよ、気づいたら。ほんまに1個の文章に3個ぐらいなんかつけてる時もある。マジでやばい。合格点は70点です。でも3年前なんで、こっから歌ってないんですよ、トラウマで。
トラウマでこっから1回も歌ってなくて、今日その2回目が行われます。いけるかな。本当にねショック受けて、まあ、カラオケなんだけど普通にただのだけど、ちょっとショックを受けて、ちょっと初めてそっから歌うので70点取れたらいいかなって。でも3年前だから分かんないですね。どうでしょう、前よりはマシかな。やだ、投票は怖いですね。歌う？カラオケ好きなんだけどな。もう投票採点は嫌だ、本当に怖いもん。それでなんかみんな50点とかやると、なんか苦手なんですよね。あと1分後に歌います。このなんかね、こっち系の歌が苦手で、結構あ、まあ普通の歌も苦手なんですけど、そう歌が苦手で、でもまあこれは3年前だから高1か高2ですね。3年前だとまだバブバブしか喋れんかった子。違うわ、それはもう今4歳ね。70、80、100点で投票しよう。賢っ、バリ賢いやんそれ。あ、じゃあ投票しますね。じゃあこれ終わったら2点70点あ、2点70点8、2点と100点は入れるでしょ。90と75にしよう。あ、50入れてた方がいいかな、今50点だから。2、50、80、100にします。あれ取ってきます、ホワイトボード。準備が悪いので。よっこいしょ。はい、じゃあそんな感じでいきますね。よいしょ。やっぱ2点は入れとかなきゃ、見ようとして4個入れて100点。あ、じゃあ字汚すぎて大丈夫かな、みんな読めないかもしれない、ごめんね。100点、80点、50点、2点でいきます。0点はちょっとなしで、今回は申し訳ないんですが0点はちょっとなし、これでいきたいと思います。じゃあお願いします。皆さんちょっと100がすごい汚いんだけど、あ、満点は2点じゃなくて満点は100点ですね。ちょっと皆さんには難しかったかもしれないんですけど、満点は100点です。誰もありがとうございます。じゃあこれで、あのリアルな、なんていうの、そのコメントでなんかちょっとあ、まあ投票だけにするので、コメントで厳しいことはちょっと言わないという約束で。本当。じゃあ歌います。あ、今から投票じゃないですね、今歌った後でお願いします。でおかしいから今から投票は。じゃあいきます、いきますよ。振りじゃないからな、優しい言葉で。本当苦手なんですよ、もう言い訳いっぱいしたいもん。言い訳いっぱいしたいもん。いきます、いけるかな。音入ってますか、前入って。じゃあ3年前にカラオケで50点を取った歌を歌ってみる企画ということで、365日の紙飛行機です。
ありがとうございました。おじさび緊張する。え、待って、何これ、宇宙人のクマのタワーみたいな。ありがとうございます。パチパチもありがとうございます。すごい、クマ UFO タワー、ありがとうございます。浜崎あゆみかと思った。なんでやねん、なんでやねん。じゃあクマタワーが来た時、あ、ミナーボールもパチパチもありがとうございます。こちらで採点を行いたいと思います。目標は50点超えれば何でもいいかなって感じなんですけど、どうやって投票するのかな、これかな。倖田來未かと思った。なんでやねん。みんなおかしいから。じゃあ行きます。いけてる、これ、いけてるよね、わかんないけど、まあこんな感じです。言葉覚えたてにしてはうまかったよって。いや、何歳やねん、何歳やねん。3年前知らんけど、それはそうですね、わかんないけど、連れ去られるクマかわいいよね。すごい、画面反射するんだ。いや、高い声が出ないのが、出しにくいのが悩みですね。あと5秒ぐらい。5、4、3、2、1、終了します。2が一番多い。2、1、4、3。おお、優しい方がいっぱいいるようで、ありがとうございます。優しい方がいっぱいいるようで、やった。どうやって見るんだっけ。じゃあ50点超えたということで目標クリアです。優しい。何個入れましたか。1個だけ入れた。イエーイ。平均点ぐらいじゃない、わかんないけど、こんな感じでした。今日のメインディッシュは終わりです。平和ですね、いい感じ。1に全額。お金かけたん。お金かけたんですか。やば、今度カラオケで歌ってみようと思います、3年ぶりに。本当に50が一番少ないから OK。 優しさですね、みんなの優しさだわ。
本当に50点でした。写真撮ったよね、びっくりして、えっつってカシャって撮って持って帰った。やば、優しいんだよなありがとうございました。これを終わって音符ありがとうございます。50点写真ね、多分前の携帯ぐらいにあるんです。前の携帯、前の前かな、分かんないけど、あ、本当に難しい1曲だけですよ。音符ありがとうございます。紅白思い出す。これアンコールはナッシングトゥーマッチです。バラードメドレー聞きたい。泣かせやん、もう泣かせに来とるやん。無理ですね、なんかね、もっと難しくなっちゃう。ハートありがとうございます。334日、いや阪神関係ないやろみたいな、知らんけど、何ダムの AI 採点って緊張。今日はね早く終わりますね。今何時か分かんないけど、携帯どこやったんだろう。え、あと真下にあった。40分、10時までには終わります。そして早く寝ます。ナッシングトゥーマッチ、オーマイゴッドファーザー降臨、よいしょ。334ネタ分かるんかいやって。ミオ、あのオタクの方にいたので、あのアイドルになる前はで、おなんかね、334っていうつぶやきがね、すごいもう何個も見られて何個も見られてたんですよ。そう、私もね334界隈の方にいたので、あ、皆さんよいしょありがとうございます334界隈にいたので、そうですね、発信した経験もありますね。だるまありがとうございます。そう、334界隈まあその時はね、もう今はないですけど、おたかランクインは難しいですね、少しほんまにあのお城誕生日に写真とか加工してあの載せてました。そう、いいねがね100件来てたんですよ。寝ろやよって。そう、だから身長がちっちゃいんですね、やっぱり寝不足なもので。懐かしいオタクですよ本当。3年前くらい、ミオが高1ぐらいの時に初めていいね100超えて嬉しかった。暑い、可愛い格好はできないんだけどね。もっとオタクっぽさ出してください。あのね、あ、そうですね、友永美桜さんの写真でですね。暑い、失業するって聞いたから慌ててきた。来る場所間違ってます、ここじゃないです来る場所。暑い、投票忘れた、歌終わった、終わりました。歌80点が一番多かったですね。暑い、そうなんです。だから334知ってて、あのリカピが知ってることにミアはびっくりした。やっぱ阪神が好きだから。 SKE の一番の思い出は、え、マジでエコパしかしてないんですけど大丈夫ですか。エコパとみんなでやったあのレッスンですね。そうですね、そう、リカピが、うん、知っててブログに返してたのかな、わかんないけど、目が、そう、あのほんまに「レッスン早くしたい」「みんなでやったレッスン」「自主練もしました」「熱い」卒業式やんないけど、また卒業式やんないけど、そうほんまにあのやめてください、今までありがとうございましたとかやめてくださいマジで、あのほんまに
タコパよかったよ。いや、エコパじゃないんかい。タコパかい。エコパちゃうんかい。エコパ来れなかったよって人は YouTube で見てください。渚走ってるので本当に悲しい。横ありできなかったのが私的にもう超悲しいです。ありえないぐらい卒業ハラスメント起きてます。エコパじゃなくてエコパ、エコパですか。エコパには多分タコパの発音でしてますよね。エコパ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 アリーナ。エコパって名前めっちゃ可愛いな今思ったら。エコパ白浜走ったことある。 ありそうですね。ワンチャンあります。ありそうですね。横あり、あ横あり。せめてなんか違うとこで披露したかったな。横浜アリーナ歌いたかった、踊りたかった。周りが不便なエコパだって。なんか結構あれなんですね、田舎の方だったのかわかんないけど、あの友達か誰かも言ってた、家族か誰かも言ってた、エコパの周りに何もなくてって言ってましたね。時を戻そう、ほんまに戻したいやつ、これはマジでほんまに時戻したいやつだけどちょっと戻せないので、はあ、いい思い出だったなエコパアリーナ。本当に寒かったな一人横あり配信とかやりたいわ、それもやりたいわ、一人横あり配信。エコパの周囲山しかない。そうなん、なんか裏から入ったからあんま見れなかったんですけど、確かに何もなかったっちゃなかった。エコパでもほんまにエコパはができなかったら終わってたね、マジで。まだ一個思い出があるからさ、そう良きなんだけど、めっちゃ自然って感じだったのって。そう、もうディスらない優しい言い方やな、それ自然って感じだった。緑がいっぱいだったのかな。エコパ一人横ありはちょっと無理ですね、さすがに王でも裏口から入ったなわけ、なわけ、もう焦ったよね。そんなわけないよね。エコパだけです裏口から入ったのはエコパだけ裏口から入りました。そう、手振ったのに気づかれなくてピエン、いや気づかんわとか言って、わかんないですね。あのね、結構ね他の10期の子のうちわ見たんですけど、自分のうちわだけ本当に見つからなくて、あの同期が見つけてくれるっていう。そうエコパで踊れたのがめっちゃ大きい。高校も裏から、違うわ、高校はぐらいは行くとこあったわ。そう偏差値高くないけど行くとこはあるわ。裏口入学なん、違うからバリスで受け止めるやん、違うから本当に。あ、うちはあると嬉しいだね。それはそうじゃない？それはそうじゃない。サイリウム綺麗だった本当。あ、今私どこにいるんだろうみたいな感じですね、気持ち的には。私どこにいるのかなみたいな。で、なんか先輩を見てもあれこれは画面で見てた人なのか本当の人なのか。みたいな感じになります。あの本物を見てるのか見てないのか分かんなくなるんですよ、一周回って。そう一周回ってなんか誰だろうってなります。目どうした、目がね、そうすごいね、痛いというかね、なんか起きてますなんか起きてます。もう4ヶ月前なの、やばっちやばち。サインいつ考えるの、もう考えますね、もう考える時が来ました考える時が来ましたね、考えてきます一人で。サイン大丈夫かな、ちょっと書きにくいサインでも、あの犬を書きたいんだけど大丈夫かな キャッチフレーズは分かんないです、ジレーザーわかんないですけど、サインはもう考えようかなって。熱いハゲツイン
やめろ、ハゲツインやめろ。そう、あの犬を描きたいんですよ、サイン。早く描けます。でも本当に1、2、3、4、5秒で描ける。でもあと名前も描かなきゃいけないから、まあ、ミオって描くとして6、7、8、10秒ぐらいで描けます。サイン遅いですか。本当はかっこいい英語にしたいんだけど、もうミオそんなのできないか、思いつかないか。本当発想力がね、もうねありえないぐらいないんですよ。本当にもう鳥取砂丘みたいな感じで、本当なんもないんですよね。キャッチフレーズはなんかミキちゃんがキャッチフレーズを考えてくれたみたいです。リカピもミオミオみたいな言ってた。いや人のサインは奪っちゃダメですね。人のサインは奪っちゃダメですけど、そう本当にね発想力がないからさ。ハゲツインって入れてみたら、いや入れへんわ。結構やばいからね、もう NG ワードで入っちゃってるからね。そう何にしよう、なんかミキちゃんが考えてくれてたのは何だったかな、なんかリズム系のやつでした。そうなんかね、そろそろ決めたいとは思うんだけど、暑い。そう星になんないんだよ。そうなんです。そうリズム系さ考えるのすごいよね。みよもリズム系羨ましいもん。だけどちょっとみよは無理そうなので。ファンの皆さんよりトロサーモンが大好き。いやあかんやん、それダメじゃん。誰が卒業するの。白井さん、琴乃さん、琴乃さんだそうです。リズム感ないから、ね、あそっちの問題。本当にね掛け合いしたいみんなと。まあ考えときます。暑い。漫才コンビのキャッチフレーズとは、私は漫才は組みません。ファンが2点ってやりたいので、今日のミオは何点。2点。シーンよね、もう周りびっくりしちゃうよね。東西南北、東の逆は西。白井さんとはね、あの本当見たことしかないです。 目で見たことしかないですね、まあ、ほぼみんなそうなんですけど、皆さんそうなんですけど。カラオケ終わっちゃいました。みんなやりたいの。2点みんなやりたいじゃん。みんなやりたいじゃん。出るの出ないの。デミオ、いややめて、デミオ出すのはやめ。2点コールめっちゃしたいっていう声が多すぎるんだが、多すぎるんだが。2点ね。2点ね。今日の前髪は2点。いじめじゃん、いじめじゃん。2点ありなんかい、決定なんかい。2点とか言ってもミオがいじめられるっていうコール、どうですか。ただひたすらいじめられるっていう。でミオが今日も頑張っていきますって死ぬんだが、2点で煽られたら泣くんだが、ほんまにかわいそすぎてやばい。2点ハラスメント受けてます。セーターアンコールは2点コール、もう泣くよ泣くよ。2点みたいな、アンコール際とかに言われたりして。ピエンなんですけど、大阪から来た2点があるピエンなんですけど、それピエンなんですけど。めっちゃ煽られるミオっていう
コールで、しかも自分で考えるじゃんキャッチフレーズって。だからもうド M だよね、もうド M なんだよね。無理だわ2点コールメンタル多分ねいけないね、1ヶ月ぐらいしか続かないわ。2点がある、ええやん、いいんかい。やーばやーば、生誕祭泣けるよね、違う意味でね、違う意味で泣いちゃうかもしれないけど大丈夫、メンタルがねいかれちゃうよね。今日も2点2点言われてね、絶対握手会で言い返すからね、もう絶対言い返す。今日の服何点とか聞かれた、あ2点だけど、あありがとねっつって、今日は何点ですか、あ2点だよ、じゃあまたねみたいな、握手会絶対やり返すからな。そう絶対なんかさ、あだ名つけてくださいとか言うか、あ2点ね、じゃあって。そうやっぱ逆にもう一周回って神対応だよね、2点ハラスメント服装何点か聞こうだって、ちょやめてや、多分最初らへんはテンパってなんか、あ、90点ぐらいですかねとか言っちゃうから、マジで最初はもう2点っていう発想がやっぱ頭回んなくて、あ今日かわいい、あ80点ぐらいですみたいな感じになっちゃうかもしれない、大丈夫かな。で、え、2点じゃないのとか言われて、あ、忘れてた、あ、2点だよとか言ってテンパるパターンのやつじゃん、絶対そっちじゃんね。なんかみんな2点言いに来るじゃん、もらいに来るじゃん、でみはちょっとテンパってるから最初でなんか変に80点90点らへん言っちゃうの、それでなんかあってなって気まずい空気が流れるってとこまで見えてる、みおはそこまで見えてるよね。逆にね2点って言わないと逆に傷つくじゃん、なんか逆になんか変にさ70点とか言っちゃうと、 2点で知らないオタクだったら、あ、その場合はまあ傷ついていただいて申し訳ないんですがその場合はね、そう残念ながらいいじゃんね。まあもしミオが間違えて70点とか80点とか言っちゃってたら、あ今日はテンパってるんだなと思っててくださいそう頭回るかなっていう心配があります。だって本当にさ考える時間ないじゃん賞味だからね、ちょっと心配ですけども、知らずに2点はやばいですね。ちょっと今日 おしゃれしてきたけど何点とか言われて2点だよとか言ってって言ってもう来なくなるみたいなのはやめてください。2点もらえるまでループ、もうやたら点数聞かれるってやつやん、ミオが何点何点って言われるやつやん。やば57分終わるよ、新規キラー申し訳ないです、知らない方なら。それでレーンから出てきた人が泣いててさ、どうしたのとか言われて、2点って言われてつけて、それネタだよって言ってあげてください、そういう時は。熱い、二点ポーズじゃないです、本当に普通のピースなんですよ、これ二点ポーズじゃないんですよ、普通のピースですね。なんかもうピースしづらくなっちゃうよね、ピースしづらくなっちゃう、2点ポーズって言われたらピースしづらくなっちゃうけど大丈夫、もう4点になっちゃったけど、そうピースすらも2点と言われる私ピースすらできないっていう、もうそれにしか見えなくなってきたよね、嫌なんだけどそれにしか見えなくなって、ピースハラスメント片手にしとくね、2点意識していいかな2点これでいいかな、裏ピースしてみてだって裏ピースじゃないよねって。みよこのポーズめっちゃ好きなんですよ、これね漏れないときはこれやってみてください、だいたいなんとかなる、これが好きです、裏返らないね、なかなか結構むずいですね。
ハートして、顎に点、顎に点、ほんとこれいいですよ。ほんとにミオのフォルダこれが結構多いですね。漏れないときは顎に点ポーズで、これがおすすめです。あと小顔効果があるらしいです。こう隠れるから。やっぱ皆さんも盛りたいじゃないですか、写真撮るなら。盛っちゃいましょう、一緒に、一緒に盛っちゃいましょう。全部2点に見、ウヨも2点に見えてきた。もう全部2点に見えてきた。鼻2点って何やねん、何やそれ。履歴書に使う、あかん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 、履歴書に使っちゃダメですね。履歴書は持ったあかん、あれは、あれは持ったあかん。自分で写真撮るときだけね。盛るのはラーメンだけ。おー、いいですね、ラーメン系男子。小顔になるんだよ。良きですか？暑い。早く寝ます。私は。それでは終わりたいと思います。本日はカラオケで50点取った歌を歌ってみるでした。お疲れ様でした。早いね今日。多分いつも1時間半くらいやってるから。早く寝るので。おやすみなさい。ありがとうございました。寝れます。アイマスクすれば。なんとか。バイバーイ。おやすみなさい。